ちょっとちょっと、どうしちゃったの？風、大丈夫？あ、ごめん。帰りにみんなでお見舞いに行こうかって話してたんだよ。いつも一緒のピローがいないね。ちゃんとお医者さんに見せたの？ダメじゃない！ちゃんとお医者さんに見せないと。それじゃあね、梅干しをおでこに貼ったり、長ネギを焼いて首に巻いたり。足の裏に湿布を貼るっていうのもいいらしいよ。それからね、ごめん。少しでも参考になればと思って。見せてないって言ってなかった？高山くんってすごい大人だなって思っちゃう。なんか難しいこと言ったり、妙に落ち着いてたり。そうかもしれないけど、僕も見習わないとな。手伝えることあったら言ってね。
危ない。考えながら歩いてると危ないわよ。あら、そんなに私に触りたいなら何も事故を装わなくても。もう釣れないわね。それがね、いろいろなツテを使ってるんだけど、全部いまいちなのよね。まあね、ことピローに関してはおまじないとか白魔術の方が効きそうな気もするし。まあ引き続きいろいろ調べてみるわよ。じゃあまた後でね。休んでどうしたの？みんな心配してたよ。ピローちゃんが。ふむふむ、なるほど。お母さん、あら、あなたがしのぶくん、よく娘から話を聞くわよ。精神年齢が外見の年齢と合ってないとか。ちなみにメルちゃんについてはもっと面白いことを聞いてるけどね。でもでも、そういうあなたも相当面白いわ。お母さん。あら、ごめんなさい、ついつい話が脱線しちゃって。話を戻すけど、ピローちゃんってパコのことでしょ？娘からいろいろ聞いてるって言ったじゃない。大きさは子犬くらい。卵から生まれて餌は食さず飛行能力あり。
ん、それは昔。お母さんってば。話を聞く限り、そのパコが動けなくなっちゃったってことだけど。例えば、お腹が空きすぎて動けない人にはどうしてあげる？あら、わかってるじゃない。でも、その方法しかないわ。ううん、別に。私にできることがあったら何でも言ってね。ええ、頑張ってね。じゃあね、高山くん。僕を呼ぶその声は高山じゃないか。おや、病気って聞いたけど元気そうだね。なるほど、道理でいつも一緒のはずなのに姿が見えないと思ったよ。薬もダメ、医者もダメか。そもそも正体不明の生き物だし、打つ手なしだね。うん、そうだな。弥生には会ったかい？おお、それはそれは、君は幸運の星のもとに生まれたかのようだね。彼女、特に弥生の母上は昔から博識だったから、いいことが聞けたんじゃないかい？すまない、僕にはそれ以上のアドバイスはできないよ。僕にできることがあったら何でも言ってくれたまえ。ああ、それでは。
私の名前が聞こえたから。ところでピロちゃんはどう？お母さんが言った方法は試したの？そうなんだ。理由は明かせないけど、お母さんの言ってること間違ってないと思うよ。大丈夫だよ。でもメルちゃんのせいじゃないから。大丈夫かしらね。でもちゃんとエナジーはピローに吸収されましたよ。1日くらい様子を見た方がいいんじゃない？だってしのぶちゃんの体が変化したのって次の日だったわよね。まあ今晩は様子見って感じかも。
のぶさん、起きてますか？ヒロ、大丈夫ですよね？
ですか？しのぶちゃんのエナジーは凶暴だったってわけね。まあまあ、でもピローが治ってよかったじゃない。本当です。だって事実だもんね。親バカね。しのぶさん、バカなんですか？メルちゃん、子育て中のしのぶちゃんは殺気立ってるから気をつけた方がいいわよ。わかりました。で、親子の触れ合い邪魔するようで悪いんだけど。